危険編でいろんな魔法使いが出てきてるけど、スタルクってそいつらと比べてどのくらい強いの？最近出番ないからあまり強さがイメージできない。原作のネタバレしても OK です。戦士の間合いから用意どんならフリーレンも殺せると明言されてるよ。ゼンゼと課金節戦特化のやつはシュタルク曰く無理。シュタルクの自己評価は当てにならないからな。勝てない無理だって言ってきたのに勝ってる戦いばかりだからね。勝敗はわからないけど割といい勝負はしそうではある。近接なら勝てるってことは近接に持ち込めなければ勝てないってことだから、ある程度強ければ本当に状況次第だな。小次郎武蔵じゃないけど自分の不得意なとこで用意どんさせないってのも強さのうちなんだろうね。早打ちが得意なフェルンは何もできないから不意打ちならほぼ全員倒せそうだけど、ゼンゼなんかは髪の毛で常に全身守ってるようなもんだし無理そうかな。用意どんと不意打ちってちょっと違くないか。用意どんの場合戦闘開始と同時に魔法使い始めて、不意打ちの場合相手が攻撃しかけてくるのに気がついてから魔法を使い始めるわけだし。用意どんってスポーツみたいに同じ条件で同じ場所で同時に戦いスタートって意味かと思った。それだと不意打ちも自分に有利な状況で戦いスタートだから用意どんさせないやり方なのでは。相性問題もあるけど大体ゼンゼと対マンできるかな。役割が違うのでどっちが上とかは言えないが、他の試験者から熱心にスカウトされるぐらいには優秀。間合いに入れば魔法使いが魔法発動する前に倒せるのが戦士って職種。遠距離から化かすか連射できるようなのとは相性が悪いけど、大陸戦士協会があったら1級にはなってると思うわ。斧の届く距離から始めれば大半に勝てそう。空からガン逃げ引き打ちとかされても硬いから頑張れる。シタルクが今まで受けてきた攻撃を一度でも魔法使いが当たれば死ぬと思う。役割が違う魔法使いと戦士を比べるのが難しいから何とも言えない。使う魔法の相性次第だけど、エーレとカリヒターやラビカンはシタルクに致命傷を与えられなさそう。物理にはクソ強いし。作中の情報から見ると一般攻撃魔法は飛行魔法と同じく全員使えると思われるぞ。要するにゾルトラークは全員使えるから、シタルクを倒せる火力が出せない魔法使いはいないと思うぞ。実際勝てるかは別として。でも普通のゾルトラークは猛装備で防げるんじゃないの？その装備をシタルクは現在持ってないから回避方向しかないな。魔法耐性装備に関しては持ってるとも言い切れないが、持ってないとも言い切れないぞ。ゾルトラークの時に装備の魔法耐性の向上についてちょっとだけ触れたけど、シタルクの魔法耐性ってどんなもんなんだろう？自分たちの攻撃力がリーニーフルスイングより強いかどうか。まあでも竜に頭から噛まれて生きてる魔法使いはいないかな。竜と言っても毒獄竜とは相性悪くて戦ったら死ぬって言われてたから、その辺もじゃんけん的な感じなのかな。あとザインのおかげで助かったあの蛇も。リーニエの出した武器って結局は魔力の塊ってことでいいのかな。もしそうなら服装込みで魔法にもある程度耐性はありそう。でもある程度耐えられないと戦士という職業が不意打ちアサシンか物理タンクの機能しか得られないからな。蛇の毒みたいな状態以上は無理。パワーに差がありすぎるやつは物理でも腹貫通される。魔法攻撃もイメージよっちゃ物理じゃねみたいなやつあるから、それに関しては余裕で耐えられそうなイメージ。ゼンゼとかそこら辺レベルは無理。ラビカンには勝てそうだけど、メトーデとフェルンパーティー、電源パーティー、ビアベルパーティーは無理そう。エーデルも目があったら終わる。ビアベルがお前すげえな、武の神髄を見たぜって興奮するぐらいには強い。ラビカンには勝てそう。カンネが最高な環境だったらわからんが、ラオフェンも速さで圧倒できても火力が足らんくてカウンター決められるかも。リヒターとも相性悪いわけじゃなさそうだが、こいつの性格的にそもそも硬い戦士とまともに対マンするかなって感じも。シュタルクもリーニエ戦で途中から明らかに耐久力変化してたし、シュタルクがこれは耐えられるって思えば耐えられる攻撃増えるのかな。てかシュタルクはゾルトラークで殺せるの？あの頭のおかしい硬さをしているアイゼンがいた勇者パーティーがクバールに勝てなかったことを考えると、生身ならちゃんと殺せるんじゃないかな。今の人類装備でも数発当てればいけるんじゃない？まだ待って食らってくれるわけないし、あっさり殺せるとは思わんけど。大魔族のこれ食らっても別に致命傷にすらならんのがシュタルク。そんな簡単にゾルトラークが当たっただけで倒せるか。腹貫通しても戦えてたから一発当たったところで戦えはするとは思う。問題はゾルトラーク一発当たってるってことは、よほどの特殊状況じゃない限りは空に逃げられてるだろうから、死ぬまで体にゾルトラークで穴を開け続けられるということ。防御魔法を砕くソリテールの剣の魔法を砕いてたシュタルクの一撃は防御魔法も砕くだろうな。シュタルクの攻撃は魔法で蹴るってのを考えずに素直に避けなきゃ命取られるわ。